こんばんは。2018年8月3日夜7時を回りました。シンガーソングライターマヤがお届けいたします、マヤカフェ。本日もよろしくお願いいたします。よろしく。イエーイ。今日も来ていただきました、MC、ゲスト MC、はい、谷助さんです。よろしくお願いします。俺が谷助だ。谷助さん、はい、お久しぶりです。あ、お久しぶりかい。なんか久しぶりな感じがする。いや、なんか俺はそんなことないけど、なんかいつだったんだっけ。あ、1ヶ月前か。そうですね、1ヶ月久しぶり。相変わらずさ、けどさ、1ヶ月ぶりに見るけどさ、徐々にさ、痩せていってんだよね。大丈夫なの。なんか病気ですかね。いや、変わってないと思うんですけど。いや、いやけどさ、どうな、皆さんどう思いますか。あの、やっぱり映像的に見栄えがいいんですかね。もうやっぱりね、映像的にはそんなに分かんないと思いますよ、うん、私もチェックしてますけど、うん、全然昔から変わってないと思うんですよ。俺はね、やっぱね、ガチで間近で見ると痩せてるっすって思うの。谷助さん、ガリクソン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 女ですよ。 あれですかね、暑いからかな、うん、谷助さん、熊谷暑さ大丈夫ですかね。え、41.1 度、私熊谷市、まあ、中心に活動しているものなので、埼玉県ね、うん、やっぱりね、なんだろうな、また全国1位になったっていうことはね、なんか嫌なことじゃないですか、けど暑いっていうのはけどもなんか嬉しいですよね、やっぱり1位っていうのはね。全国1位ですもん ね、 ね、やっぱり1位っていうのはね、記録更新、うん、嬉しいですよね。だってあのニュース見るために熊谷って出てますからね、うんうん、なんかね、熊谷駅ってやっぱ暑さ対策がしっかりとしていて、はい、あの駅にミストがね、あの噴射されてるんですけど、はい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 、その 41.1 度の時は、はい、ミストが止まったらしいですよ。暑すぎて、うん、暑すぎて、あの逆にあのお湯で熱いっていうミストがお湯になって熱いお湯になっちゃってるんですかっていう噂を聞きました。オンシャワー、オンシャワーなので逆にねえ方がいいよみたいな。いや、でも本当尋常じゃないですからね、うん、皆さんも本当気をつけてください、うん、どうだ、夏バテとかないの、まやちゃん。全然夏バテないですね。ただ私もそう、あの暑さの影響で、うん、あの洗濯物を干してるじゃないですか、うん、ベランダで、うんうん、あの布団とか干すときのこういう大きい洗濯バサミあるじゃないですか、うん、こういう、うん、あれ今日、うん、あのバスタオルそれで干してて、うん、これ取ろうと思ったらパキーンって、うん、あー、あるね、いっちゃいました。あるあるですね。そう劣化したんだ、熱でみたいですね、うん、1個やられちゃいましたね、うん、そうそうそう、そういうのあるね、暑さはね、やっぱりね、あの車の中とかに置いてあった、はい、僕のねチラシとかがくにゃっとなってるとかねえ、結構くにゃっとなってるよみたいな。気をつけないとですよね、至るところでね。まあね、まあけど家にいる時はね、ずっとエアコンつけっぱなしなので、私もつけっぱなしにしてます。つけっぱなしじゃないとね、やっていけないんですけどもね。つけっぱなしの方が電気代もかからないって聞いたんですよね、うん、その都度つけたりするよりもって、うん、熱をね、一回止めて熱がまた復活すると、それを冷ますのに電力を使うっていうね、うん、話らしいですよ、うん、そうなんですね。今日はですね、はい、なんかオープニングからなんか僕が説明するっていう感じのね、はい、感じになってますけど、今日のラインナップはですね、はい、今日のラインナップ、うん、これがあのオープニングトークが終わりましたらですね、はい、あのまやちゃんにですね、いろいろ聞くっていう、逆にまやちゃんにいろいろ聞くというコーナーをやりますので、まやちゃんにいろいろ教えてもらいましょうよ。教える立場ってことですね、うん、聞くっていうの、はい、楽しみですね、はい、本当にそういうコーナーもね、今日はあの私たちやっていきますので。私の大嫌いなコーナーですね。なんでですか。え、なんかやったの前も。あの前回も、うん、あのケンケンとこのコーナーやらせていただきまして、うん、どうだった。いや、もう1ワードも分かんないですよね。分かんないです、答えられないでしょ、説明できないですよね、うん、本当。いや、今回は分かると思う、本当、うん、あの親泣かせ企画です、うんうん、親泣かせ企画、あ、ま、
そっか、お母さんお父さんがこれを見ていてキャーって私の子なんだマヤはこんなのもわからないのかキャーっていうね、うん、ほんとごめんなさい本気です、はい、いいですよ、人生はですね失敗を糧にしてやっていくものですから、ほ、もう失敗前提ですね、うん、失敗前提ですということで、本日もですねこのまま突っ走っていきたいと思うんですけども、皆さんあの番組の方でメッセージ募集しております、千住アットマークcwave.jp、 千住アットマークcwave.jp の方にですねどしどしメッセージ、そして私が行き詰まった時に答えを送っていただいても結構ですダメじゃん行き詰まるな、助けてくださいよろしくお願いします、お願いします。それでは一旦 CM、内食市場って何？藤巻くんのお母さんみたいな若い女性の方が内食を取りに来る店舗です。内食ってどんなことやるの？シールを貼ったりとか、封入をしたりとか、検品をしたりとか、手でできる作業ならどんなことでもやるのが内食となります。内食市場に見合って、まやちゃん教えて、教えてー、イエーイ。まやちゃん教えてって俺が言おうと思ったのに、あ、嘘、うん、あ、そうなん、なんかコーナーの名前は私が言うのかなと思っちゃった、うんうん、俺が言う、だってまやちゃん教えてって言うのにさ、そうですよね、まやちゃんって自分で言ってんじゃん、ね、確かにそうですよね、自分で自分に、うん、ということでね、はい、この時間はですね、まやちゃんに本当にいろいろね教えてもらおうと、ニュースとかでさいろいろ聞くワードいろいろあります、それをまやちゃんにね、はい、教えてもらおう、ね、言っときますけど、私はただのシンガーソングライターですからね、うんうん、これね僕がねピックアップして、そのまやちゃんにね、皆さんもきっとわからないことがあると思うんですよ、ニュースとか見ててワードがね説明があまりないのでね、なので僕がピックアップしてきました、そのワードを、それでまやちゃんにですね教えてもらおうかなと思うんですよ。で事前にまやちゃんにはそのお題は教えてありません、はい、そうなんですよ、うん、皆さんのですね台本にですね、うん、私の台本にだけ、うん、教えてほしいワード、うん、秘密ってなってるんでしょうね、秘密、ただ、うん、その秘密の四角い枠の上に IT って見えてるこれだけは見えてるIT、 隠し忘れたんですよそう、いじめにあってますよ、ね、本当、うん、じゃあまやちゃん早速聞いていい？はい、じゃあさ、はい、よくニュースでさ、ニュースとかさ、はい、いろいろまあいろいろ見てるとさ、はい、IT 業界とかってさ、はいね、聞くでしょ、さっきちょっとベロッと見えてたやつ、はいはい、台本に IT って何？ねえ、この IT っていうのを今日台本いただいて見てから、うん、一切携帯でも調べてませんし、うんうん、ずっと考えてたんですよ、うんうん、IT 何何 ET でもないしET でもいいんじゃない、ET、じゃあ ET に変えちゃえよみたいなあれこれ変えちゃえ変えちゃえ、スタッフさんの打ち間違いですかねET ですかねそう、 ET、 そう ET 企業にしとけばいいよ、 ET 企業、これ企業、企業、そうよく IT 企業とか聞くので、まあ、お仕事になるものなんだなと思ってて、うんうんうん、お仕事になるもので IT、はい、あえて言ったらお仕事になるって言ったら、まあ、ここにちょっと見えてるのがインフォメーションって書いてるんですけど、うん、インフォメーションとかインターナショナルとか、インターナショナルお仕事になるやだもうやだもうやだもう、教えてください先生、あ、そう私先生だった、はい、そうだ、からえ、英語で IT ってやっぱり略語じゃないですか、うん、はい、それをじゃあ英語で略さずに言うと何ですか先生、インフォメーションTV テレビジョン、あ、そうですか、インフォメーションっていうことは伝える、そうそうそう、伝えるテレビ、伝えるテレビ、そういうメディア系の企業ですよ、うんうん、
IT は。じゃ伝えるテレビの企業なわけですね。そうですね。テレビジョン TV なんで、テレビ。テレビなんですね。テレビ。けど IT 企業でテレビやってるのってアメーバサイバーエージェント。とぐらいじゃないですか、アベマ TV も。あ、でもいるんですか。うん、いるんです。あ、いるっていうか、うん、ね、アベマ TV ってあるじゃないですか。アベマ TV ありますよ ね、あのこれも、ね、うん、フレッシュも、ね、シーウェーブも違うってこと。そう、インターネット TV、 IT、ね、インフォメーション、うん、インフォメーション T、うん、タニスケ、うん、インフォメーションタニスケ、タニスケを伝えるそれいいな、 IT 企業だったら谷助を伝える企業。なんだろう、 T を伝えるですよね、うん、T、うん、T を伝える、うん、へえ、タイムタイム、正解お願いします。正解はインターネットインフォメーションテクノロジー。テクノロジー、あの日本語にしては簡単、情報技術、うん、なので、うん、情報技術企業ってことですよ。技術企業だから情報技術の企業ってことが IT 企業、うん、ってことは IT 企業ってどんな企業がありますか、うん、その情報技術、情報を伝える技術ってことですか。技術じゃなくて普通にパッと聞いて、うん、IT 企業って言ったらどんな会社が思い浮かべますか。え、なんかこうネット系とか、うん、あの企業名、企業名、うん、いっぱいあるでしょ IT 企業、うん、IT 企業って言ったらいっぱいあるじゃない今うん、あのヒント、ヒント、まゆちゃん携帯どこの会社使ってる？あ、アップル？ iPhone？ iPhone なんだけども企業はそのあれは？アップル？じゃなくてその何ドコモとかさ、ソフトバンクとかあるじゃない？うん、あ、AU？ AU ね、うん、AU も？あ、もう IT 企業に入るんですか？うん、一応そうですね。へえ。うん、あのインターネット関連もやってると思いますから。ほう。うん。うん、けどもその中でほらソフトバンク、はい、ソフトバンクってあの検索エンジンやってますよね、はい、何ですか。へ、ソフトバンクの検索エンジン、あの Google とかみたいなんですか。そうそう、 Google、 ほら Google じゃなくてもう一つあるでしょ、 Y のやつ、 Yahoo。 そう、 Yahoo、 Yahoo はソフトバンクですよ、ね、ということで、うん、ソフトバンクっていうのは IT 企業でしょあとはさ、あの、はい、インターネットショッピングとかする？ネットショッピングします。うん、どこでやる？アマゾン。アマゾン。あとは？楽天？うん。IT 企業ですよ。ほー。うん、なのでその企業っていうのはどういう企業なのかっていうと、インターネットを使って、うん、ね、情報技術を使った企業でしょ？ほー。意味わかる？インターネットで、うん、情報を伝えるとかってわけじゃないってことですか。だから情報技術ってことですから。え、難しい、情報技術、うん、なんで難しいの。え、情報今やってるの情報技術を使ってるわけだよ。え、それ Amazon とか、 Amazon とかもそうだし、うん、この今やってるテレビも情報技術を駆使して、はい、技術だからね、技術情報、今情報を垂れ流してるわけで、はい、我々の勝手な話を、うんうんうん、ね、わかります。その方法ってことですか。うん、方法っていうか技術が技術でしょ、これ今全部技術なわけ、はいはい、それを使った企業っていうのが情報技術企業、はい、IT 企業。あ、なんか多分なんとなく分かりました。なので IT っていうのはそういう情報技術ってことです、うん、はい、谷助先生なんでだよ、あの教えてくれよなんで教えてくれんだよ、なんかね、 IT 企業 IT 企業ってね、よく耳にはしますけどね。あとあの、うん、ニュースとかの欄にも、うん、IT ってね、うん、あの欄があるじゃないですか。まあ私あんまり覗くことはないんですけども。覗け情報技術、情報技術、うん、ね、だからインターネットを使ってる会社ってことですわ、うん、それが IT 企業って言って、はい、その情報技術っていうのが IT っていうことですね。はい、わかりましたか。わかりました。はい、じゃあ次のお題いきます。はい、じゃあそれ系で先が思いやられたぞ。はい、まなちゃん、Facebook とかやってますか。バリバリやってますね。やってますか、うん、Twitter とかってやってます。バリバリやってますね。 LINE とかっていうの、 LINE もやってますか、はい、Instagram もやってます。やってますよ、谷助さんもチェックしてますから ね、フォローしてるじゃないですか、うん、やってますよ。それを総称してなんて言うと思います。 SNS、うん、SNS って言いますよね、うん、それってどの略語じゃないですか、やっぱ SNS、IT と一緒に。出たー、出たー。どういうことなんですか、説明していただいていいですか、その略語の意味と。
うん、その SNS っていうのはどういう風な SNS、うん、SNS、うん、まああのネットですよね。だからネットだから多分 N はネット、うん、ネット、うんうん、ソーシャル、うん、ネットワーク、うん、ソーシャルネットワーク、さっきチラッと見てるでしょ、これないよ全然違うのあるからね、見てない見てない見てない俺も開いてないから、それぐらい分かるから、めっちゃ小さいから見ようにも見えないから、ソーシャルネットワークサービス、ピンポーン、おー当てちゃった、うん、当てちゃった、当てれた、イエーイイエーイ。ソーシャルネットワークサービスっていうのはどのようなものなんですか。あ、まだまだまだあるな、だって説明してくれないと当てれたのに。ソーシャルネットワークサービスというのは、うん、その名前の通り、うん、なんだろうな、無償で、無償でじゃないのかな。ソーシャルは何ですか。そう、全体的、何ソーシャル、ソーシャル、なんだろう、ソーシャルって何ソーシャルって普通に言っちゃってたけど、ソーシャルネット、ソーシャルって何だろう、何でしょうか、ソーシャル。まあいいですよ、それやつ説明してもらえればサービスですよ、サービス、うん、何のサービスですか。サービス業。何のサービス業ですか。ネットの、ネットのサービス、インターネットの何をサービスしてますか。じゃあインターネットで場所、なんかそういう、うん、提供するサービス。じゃあFacebook、Twitter 等でまやちゃんがどういうことをやってますか、うん、そうですね、まあ、あの番組の告知だったりとか、うん、あとは、まあ、日記みたいな感じですよね、うん、日頃あったことを、うん、残しておいたり皆さんに伝えたりとか、うん、こういう食べ物ありますよとか、こういうお店がありますよって伝えたり、うんうん、それはじゃあ人に伝えてるわけですよね。はい。でまやちゃんが伝えるだけじゃなくて、まやちゃんも人からその情報とか、うん、いろんなね LINE とかだとね、いろんなお友達とかとね連絡取ったりするでしょ、はい、あ、 LINE もそうですね、はい、ということは、うん、人と人との結びつきをサービスする、うん、ネットで使ってサービスをするっていうことが SNS ってことですよ。へえ、へえじゃない、へえそうでしょ、考えてみて、まあ、Facebook とか ね人と人との結びつきってことですからね。そうですね、つながりをいただいて、うん、ネットでサービスするわけでしょ、はいはい、うん、そういうのをネットでサービスしていく、うん、SNS っていうんですね、うんうん、今分かるでしょ、そう考えてみたら、まあそうですね、全部インスタだってなんだ、 IT よりもすんなり分かりましたね今のは、うんうん、実際にね、自分も使ってるので。今までさ、けど SNS って言葉ってすっげー出てきてんじゃん、うん、そうですね、今までわけも分からず SNS はどうだこうだって いろいろ聞いてたわけですか、うん、そういうネットワークサービスだから、まあそうですね、そこの ネットワークらへん使ってれば、はい、あのさ、まやちゃんさ、はい、ちょっと俺がさすぐか答えをさ、はい、ちょっと導きすぎてるねだって詰まっちゃうんだもんちょっとダメだね、あの適当でいいから長く2分ぐらいちゃんと説明してみて、2分ぐらい次のお題行くから、はいはい、じゃあですね、ベーシックインカムっていうね、ベーシックインカム、うん、ベーシックインカムって言葉があるんですけども、うん、これね、インカム、うん、私もあんまり知らないのでぜひ教えていただきたいなと思うんですけども、ベーシックインカム、うん、インカム、インカム、インカム、うん、インカム、インカム、ベーシックインカム、ぜひ教えてください。何それって言っちゃった、うん、ベーシックインカムとはですね、はい、ベーシックインカム、ベーシックインカム、どこからか何かが来るっていうことですかね、はい、インカム、ベーシック、もうちょっと作り出してください自分の中でいろいろ作り出していってください、はい、そうですね、ベーシックインカムとは何ですか。ベーシックインカムとはですね、近未来か近未来の、はい、なんだろうな、ベーシックインカム、うん、近未来のお仕事、はい、ベーシックインカム、どんなお仕事ですか。ベーシックインカムっていうのは近未来の、そうですね、うん、どんなお仕事、皆さんがこう手軽にね、うん、できる、うんうん、もう手放せなくなるようなベーシックなお仕事、うんうんうん、ベーシックワーク、うん
ベーシックワークをベーシックインカムって言うんですね。あの、まあ、じゃあ、うん、皆さんが働いてるその、はい、お仕事のことを、まあ、けど近未来っていうのはどういうことにつながっていくんでしょうか。インカム、未来から来るみたいな。インカム、うん、来て、それが来る企業が身近のある、そう、なんか近未来に、近未来なんだろうな、こうあの AI とかみたいな感じで近未来こうなりますよっていうの今あるじゃないですか、うん、なんかあの、うん、バスもね運転手さんがいなくなってとか、なんか車も自動運転があったりとかみたいな、うん、そういう近未来があるじゃないですか、うん、なんかそこの世界から、うん、来る、うん、ベーシックなお仕事を、うん、ベーシックになりそうなお仕事ってことでいいですか、近未来に。あ、そうですね、それを、はい、じゃあベーシックインカムって言うんですね。ベーシックインカム、はい、そういう話らしいです。ベーシックインカム、ありがとうございます、マヤ先生、はい、僕もそれで覚えて帰りますやばいな、やばいな、はい、ベーシックインカム、何、うん、ですか。ベーシックインカムっていうのはですね、うん、あれです、生存権って知ってますか。生存権、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 生きる、はい、あの今いる生存、うん、生存してますよっていうね、はい、権利が、はい、あるんですよ、我々ですよ、はい、言うと一人一人、あの憲法で規定されてるんです、はい、うん、あの健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があるよっていうのが、なんか聞いたことがある、それありますか、その文句、うん、なんか小学校とかの頃に聞いたことあるかもしれない、うんうん、あります、はい、うん、それって生存権っていうの、ほう、だから最低限度の生活を営めないっていうのが国で認められれば、うんうん、あの国から援助がもらえるんですよね、はいはい、いわゆる生活保護ってやつね、うん、とかね、あとはあの病気したらさ、はい、持ってくでしょ、なんか保険証、保険証、はい、ね、保険証ってのもそうでしょ、うん、うん、それも最低限度健康的に暮らせるように国があのみんなからお金を集めて、はい、みんなが安く、うん、ね、病院に行けるように、はい、年金でもそうですよ、そういうの生存権の、はい、権利の中で行われていることなんですけども、はい、ベーシック、その今言ったね、やつ、うん、保険証とかさ、はい、うん、生活保護っていうのは、はい、個別的生存権なわけです。個別的でしょ、自分、はい、俺がんじゃ金ない、もう生活できませんっていうのが、はい、あんじゃあなたに、じゃあ最低限度の生活をできるように援助しますよ、うん、はい、あの病気、病院でもそうでしょ、はい、それ個別的なわけですよ、うんうん、ベーシックインカムっていうのは、うん、もっと包括的に、包括的って分かる？包括的、分かる？包括的、包括的、全部ってことで、はい、全部、全部、もっと大きく、範囲が広いんですね、どんな人でも、どんな、はい、全員、個別的じゃなくて全員が、うん、その最低限度のそういう生活を送れるようにっていうことで、はい、現金を渡そうってやつです。現金を渡すんですか、うん、現金給付でそれを、みんなに渡そうってやつがベーシックインカムです。へー、だからそう、うんうんうん、分かった意味が、あのなんだっけ、前にあったあの給付金みたいなもの、そう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 、それをなんかみんなにやろうっていう、ほうほうほう、で、はい、いうことなんですよ。をベーシックインカム、ベーシックインカムっていうんですけども、けどもベーシックインカムをしちゃうと、うん、今までの生活保護とかお金いっぱいかかるわけだから、はい、生活保護とか、うん、保険とかさ、はい、年金とか、はい、そういうものっていうものを見直さなきゃいけないわけ。わかりますか、うんうん、見直して、なんで見直さなきゃいけないかわかりますか。わかんない、え、なんでわかんないの。何何、お金渡すんだよ、お金を、そのベーシックインカムというのでお金を受け取るってことですか。違くて、ベーシックインカムっていう言葉の意味は、はい、その国民に、全員にその、うん、そのお金を渡そうって、はい、給付しようって、うん、その最低限度の生活、はい、みんなで送れるようにしましょうっていう、うん、っていうことで給付するわけだから、はい、給付するってことは、お金を給付するってことは、うん、お金がお金はどっから出てくる。国のお金はどっから出てきますか。国のお金、うん、国のお金ってどっから出てくると思う。わかんないの。国のお金がどっから出てくる、うん、本当にわからないの。え、なになに、まあ、ちゃん毎日買い物するでしょ、はい、買い物した時にさ 8% 取られない、消費税、はい、うん、っていうことは消費税、うん、税金、税金でしょ、はい、他にも払ってるでしょ、はい、あ、それが国民年金とかっていうことですか。それに使われてるってことだよ。はあ、わかりますか、はいはいはい、それを見直して、そうしないとみんなに給付できないでしょ。はあ、はいはい、わかりました。めんどくせえな、まあ、かなり
ねちょっと分からなくてねすいません。じゃあね、はい、あとね1問ぐらい、1問ってなんで俺が問題出してんだよ教えてって、私が教えないといけないのに、なんかねでもすごい勉強になりますよ。ベーシックインカムですね。あとさ、はい、じゃあさ、TPP って来た時ない TPP え来た時ない、何何 TPP って来た時ない、聞いた時 TPP って TPP って聞いた時ある。 TPP、うん、ちょっとそれパスでいいですか。パスなの。パス、あ、じゃあもう、じゃあ本当に時間もある な,、はい、あるなので、本当にまやちゃんに本当に教えてほしいこと一つだけあります。今暑いじゃないですか、はい、天気予報で今日は猛暑日が全国で何地点ありましたとかってあるでしょ、はいはい、猛暑日って何ですか。猛暑、うん、猛暑日、うん、猛暑、うん、猛烈な、うんうん、猛烈な、うん、猛暑日って、猛暑日って何ですか、ね、猛烈な、だってよく猛暑日ってあるけど、猛暑日って言いますね、暑いなって思えば猛暑日なの、ね、なんか猛暑が続いてますみたいな。あと真夏日っていうのもあるでしょ、うん、何なんだろうね、夏日、夏日っていうのもあるでしょ、夏日、うん、俺知りたいそれ、何が夏なの、何が真夏で、夏だけ6月8月になったら猛暑日なの7月真夏日、何、教えてほしいな。猛暑日はですね、猛暑日はその名前の通り、うん、猛烈な暑さでで、まあ、ある一定の基準を超えた暑さになると使われる、うんうんうん、ある一定の基準っていうのはどういう、ある一定の基準はですね、うんうん、熊谷はもう基準を満たしてると思うんですけども、なんだろうな、平均気温が38度以上の、欲しい欲しいってなんで俺が言ってんだよ欲しい、欲しい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 よ、欲しいよ、そうですよ、それぐらい、ほら38度でしょ、ほらもっと下げない、もっと下げろ、ほら早く、何度だ、35度、はいピンポーン、はい35度以上が猛暑日です。35度以上が猛暑日ですか、うん、真夏日が30度以上、夏日が25度以上、だって今関東の平均って35度ぐらいですよね確か、もうじゃあそれも全部猛暑日ってことですか。そういうことですよ。へえ。へえじゃないよ、先生。猛暑日は35度以上。35度以上の日を猛暑日。はい。ということでですね。もう一生。うん。まや先生は、はい、に今日はいろいろ教えてもらいました。誠にありがとうございました。いえ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 、もうね。本当にありがとう。これからもね、何でも聞いてくださいよ、うん、皆さん。やったぜ、うん、心強いぜそれでは谷助の MV 猫聞いてください、にゃらに背抜けたら気づいたら一人になっていた、足並み揃えてもやっぱりダメ、ニーチェは言った、神は死んだ、当たり前のことだ、自分探しの慣れの果て強く生きることを知るのか、おおおお群衆の中に紛れ込んだ猫、文句も言わずにただ餌を待ってる、本当だって嘘だって確かめようとすればするほど、考えすぎじゃないってやっぱ言われ、それなりのルール決めたら
がついてきた。点と点結んでしっかりやれ。勘とは言った人とはなんだ。何を知り得るのか。自分探しの慣れの果てたどり着くところ知るのか。死んだ当たり前のことか。自分探しの慣れの果て強く生きることを選べるか。おおおお群衆の中に紛れ込んだ猫。文句も言わずにただ餌を待ってる。あの日何も受け入れた猫。退屈しのぎりただ餌を待ってる。群衆の中に紛れ込んだ猫。変なこと言って、なんか俺さっきヨウみたいにしちゃったなんで俺こんなことしてんだろ。ヨウヨウって言っちゃったよ。恥ずかしいわ。チェゲラッチョしちゃったよ。イエーみたいな。帰ったら映像で確認しておきます、ね、これかと。やばい気持ち悪いよ。スクショしてあげておきます。ヨウって言ってたヨウじゃねえよ。やるんですか普段。やらないよ。ヨウチェゲラってやってるんですか普段は。こうだから。タニスケ、タニスケポーズ。何したんですか。なんか変な気持ちだったのか。ヨウみたいなよーよーよー行きますよ、はい、行きましょう。谷助さん、はい、本日の議題はですね、はい、花火今旬ですね。花火は自分たちでするか、うん、それとも花火大会に行くかという、うん、今日の議題となっております。あのね、はい、僕先週に長野県諏訪市に行ってきたんですよね。そこは今の期間中毎日花火が上がるんですよ。毎日結構な花火ですよ。しかも、うん、結構花火が上がるんですよ。諏訪湖の湖のところから。毎日は花火大会ではなくて、1日の花火大会じゃなくて何週間か、1週間か2週間かそれぐらい、ずっと毎日上がる。同じ時間に。しかも結構な、うん、やつが上がってて、すごい綺麗だなと思って見てたんですよね。どこからそれを見てたんですか。諏訪湖の本当にすぐ近く。あ、近くに行って、うん、すぐ近く、うん、それも事前に調べてたんですか。いや、事前に調べてはなくて、上がるんだよ毎年っていう、あ、はい、あのお話で、で、一緒にさせてもらって、ほう、うん、おー綺麗だなと思ってね。あの花火を見るとね、やっぱりね、いろいろ思い出すんですよね。パンと、うん、それで散っていくわけですよ。一発一発その思い出がパシッとね、思い出が散ってく夏の思い出が、うん、夏のいろいろな思い出が、僕も長年生きてますから、ね、人生をね、うん、折り返し地点回ってますから、まえちゃんと違って、うんね、それがなんかいい感じで、なんか、ね、あの線香花火がなんか落ちましたみたいな空気になってる。それがね、線香花火じゃダメなんですわやっぱり。ツーンドーンみたいな、ドーンドーンみたいな音ですよね。それでびっくりして
記憶も消えるみたいな。いそうですけどね、うんうん、おじいちゃんとかね、おばあちゃん、わーみたいな、ね、いるかもしれないし、いるかもしれないし、いないかもしれない。はい、どうぞ。そうか、じゃあ谷助さんはじゃ花火大会に行ってみたいっていう感じなんですね。俺は花火大会が好きです。あのやっぱり人混みは嫌いだけど花火大会だけはどうしても行きたいので行きます、はい、あ、じゃあもうそっかそっか、そこは人混み我慢して花火大会毎年行ってるってことですか。一、うんうん、人でも行きます。ほう、一人でも、うん、あ、なんかいろいろありますね、思い出がね、花火大会の思い出。一緒にね、可愛い子ちゃんと一緒に行ったな。あれ、花火大会ってね、結構あの皆さん花火大会で検索してみてください、うん、結構花火大会デートとか、うんうん、花火大会デートを成功させるコツとか結構出てきますから。デートを成功させるコツ、私は今日そうです、あの谷助さんに勝つためにですね、うん、スタジオに入ってから携帯で花火大会自分たちでやるメリットって検索したんですよ、うん、そうしたら何にも出ない。もうみんな花火大会のメリットとか、うん、なんか花火大会彼氏成功させるコツ7個とかみたいな、なんかそんなのしか出てこなくて、うんと思って、いろいろあるんですね、やっぱりね、レクチャーがね、まあ、そんな私ですけど ね、私は昨日ですね、うん、お家にいて、うん、長岡の花火大会をテレビ中継で見てましたよ。うん、あれでしょ、新潟ですよね、新潟県の長岡の花火大会、あれね、有名ですよね、有名ですよね。そうそう、あの中継たまたまやってたんで、うん、ちょっとお家で見てましたけど、うんうん、やっぱね、花火大会は大きい花火上がってもちろんいいですよ、うん、ドーンっていうのもね、うん、臨場感もあっていいですけども、うん、やっぱその人混みありますし、うんうん、ね、遠くから眺めてるのはいいんですよ、わざわざその花火大会まで行かなくても、うん、ちょっとね、あのお家とかのベランダから眺めるぐらいでいいんですよ。そうなの、ね、そう、やっぱ自分でやりたいじゃないですか、自分でね、こう、うん、手持ち花火に、うん、ライターとかマッチとかでこうやって、うん、まあ、今なんかろうそくとかやるのかな、つくつくパーみたいな感じ で、こうやってみんなでね、こうやって振りながらとか、うんうん、やりましたよね。やりましたよ、若い時にロケ花いっぱい買い込んで、うん、ねえねえ、あのちょっと距離を取って二手に分かれてライターでシャッなっシーッてスイーッていって、ちょうどいい時に、はいはい、行くぞって時にピュッと投げて、ちょうど角度がいい風にピュッと飛んでいくみたいな。よっしゃ、うまくいった。あれね、結構難しいんですよね、角度によって。それが危険ですよね、人に向かって投げてるわけですから。まあね、それはいいけど、それはいいよ、それは子供の時やっときなよ。いや、大人になってからもね、花火はね、やっぱ、うん、でしょ、あの線香花火だってね、やっぱいいじゃないですか、うん、あれね、うん、落ちる、なんて言うんだっけ、落ちるまでに、うん、違うな、落ちなかったら願い事が叶うんだ、そうそう、ポタンって落ちなかったら願い事が叶うとか、うん、なんてロマンチックなんだろう、もう花火大会なんてドーンみたいな感じなんですよね。それがまたいいんですわ、やっぱりね、まやちゃんさっき言ってたでしょ、うんうん、花火大会は遠くで見ればいいと。そう全然ダメね。全然ダメ。なぜか知ってる、はい、まやちゃんさ、はい、音ってさ、うん、音速って聞いた時ある？音速聞いたことあります、うん、音速って1秒間に何メートル進むか知ってる？うわ、そこまでわかんないですね。1秒間に360メートルしか進まないんだよ、はい、音って。へー、ということは3キロ離れてたら何秒遅れてくると思う、音が。計算してください。3000メートル割る360でしょ、うん、ということは何秒遅れてくる。3036。いや、3600メートル離れてたら、うん、何秒後に来る音って。10秒後に来るでしょ。もうめんどくせえから言っちゃったよ。もう10秒後に遅れてくるわけですよ。ヒューンボーンって花火が見えました。その後にバーンって鳴ったな。その後10秒後に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もうシャ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 ってなってる時にドーンってくるわけですよ、うん、意味わからない状況下に陥るわけです。はいはいはい、知りましたか、はい、なので花火は極力近くで見た方がいいんです。臨場感が変わってくるんですよ。あ、まあ、近くで見た方が。そしたら全然もう手持ち花火とかなんてまんまじゃないですか。もう音速どころかもうここですよ。もう音さ、
音鳴りますよ。するよ。シャーってね。シャーとか。うん、いやいや今結構いろんな花火ありますからね。うん、あの手持ちだけじゃなくてここに置いて、うん、ブワーって出てくるのとかあります。そんなの昔からあるよ。今じゃないよそれ。何言ってんねん。俺をバカにするなよ。おじさんバカにするなよ。ありましたよ。ドラゴンとか。ドラゴン。ドラゴン、ドラゴンなんかあったかも。そういうのもありますからね。いやけどさ、だから音の質が違うんだって、はい、やっぱそのさ、大きな花火を近くで見て、はい、その臨場感と思い出と全てを夏の思い出にするわけですよ。そういう人に記憶をね、このちょっとあの思い出してね、ちょっとピッチッとここからあの雫が垂れてくるみたいなのがいいわけですよ。まあ、ここでじゃあちょっとメッセージいただいておりますので、うん、メッセージ読ませていただきたいと思います、うんうん、初投稿を、これは金瀬さん、もしかして金子さん、365日ギャグではこの夏場に涼しくさせてもらってます、ありがとうございます。バッチリです、バッチリ。いいね、いいね、バッチリ。今注目のアプリ17ライブ、まやさん頑張ってますね、ありがとうございます。音楽活動にタレント活動頑張ってください、ありがとうございます、ありがとうございます。金子さんやったね、365日ギャグ見てくれてる。これ後で読ませて俺に。これかぶってねえじゃん。そうだよ、俺これ歌の後読ませてよ。頼むぜ。今読んでて、あ、なかった、コーナーの話がなかったと思って。やっちゃった、金子さん、イエイ。ジョンさん、ありがとうございます。激論テーマ、花火は自分たちではやりません。お祭りで見に行くこともない。あ、綺麗な女性と一緒ならお祭りに行くかもしれませんという。これもどっちでもねえじゃん。なんだよ、チョイスしないよ、ちゃんと。頼むぜ。花火はみんなでやるものだと思います。彼女とやったら、もうみんななんか彼女って言ってますね、こちらの方は彼女と言ってます、うんうん、彼女と、まあ彼女とだったら花火大会に行きたいかなという、うん、ああ、花こっちじゃん、俺じゃん。そうですね、うん、じゃあ、さん、いや、私、はい、あの花火大会に行く方なんですけども、はい、メッセージ、ゆなさん、花火大会に行くです、激論コーナー、はい、ちょうど明日、彼氏と江戸川区花火大会に行く予定です。いいな。いいな。いいな。はい。山風さん。花火大会がいいですと、花火は。明日は上尾の花火大会に行く予定です。上尾、埼玉県。うん。うん、はい。なんかみんな行きます宣言してますよね。ミミィさんです。はい。花火はやっぱり花火大会に行きたいですね。あの迫力は花火大会でしか見れないですからね。特に最後のフィナーレは圧巻で、たくさんの花火が夜空に上がって消えていくあの様は言葉では表現できないほど綺麗です。明日は朝霞の花火大会に行ってきます。みんな花火大会に行くって言ってるけど、なんか花火師さんたちが送ってるんじゃないですか、うん、自分たちの花火大会の宣伝ですか。それそうだったらすごいね。マヤカフェ見てんだ。3つも出てますよ、3つも。江戸川、上尾、草加、朝霞、草加、なんか今回は花火大会に行くという方が多いですね、意見が、うん、あのマヤちゃんさ、はい、質問がありまして、はい、花火大会行く予定はありますか。ねえ、花火大会今年はないんでね、実家に帰ったら庭でやろうかなみたいな。ああ、そっか、あればよかったのに、ね、あったら行くんじゃんって言ってやろうと思ったのに。ちくしょう。まだないんですよね、うん、そうまあさ、じゃあここでちょっとさ、はい、まとめましょうよ、はい、花火大会はだから あの行こう。行こう、花火大会行こう、行こう、で、個人的な花火もやろう。どっちも全部やろう。どっちも味わったらそうですね。今回全部やってこいよ、うんうん、やっぱりさ、花火いいもんね。そうですね、夏、うん、全部やろう、全部、はい、行きましょう。どっちがどっちじゃない、全部正解だ、全部正解、うん、ね、どっちもやることによって、うん、ね、どっちのいいところも分かりますからね、またね。そうそう、うん、やっぱ花火っていうのはさ、うん、どれどれ全部がいい。それで手打ちでどうですか、うん、はい、
ますね。オッケーです。よっしゃ。ということで、ドカン。はい。ということで激論生テレビでした。ありがとうございました。イエイ。CM。内食市場って何？藤間くんのお母さんみたいな若い女性の方が内食を取りに来る店舗です。内食ってどんなことやるの？シールを貼ったりとか、封入をしたりとか、検品をしたりとか、手でできる作業ならどんなことでもやるのが内食となります。内食市場に見やすい。それでは聞いてください。7分30秒のゆで卵と今回初披露となります広島の歌。この前の特売で買った L サイズ10個入りの卵、まだ半分も冷蔵庫に眠っている。そうだ、今日の夕飯をサラダに添える。ゆで卵を作ろう。卵が溺れるくらいのお水を張った鍋に、トロトロな黄身が真ん中に来るように願いを込めて、強火にかけてしばらく待とう。さあここからが勝負の時、始めたら中火に弱めて7分30秒、水で冷やして出来上がり。ただし鍋の種類によって時間は異なります。付き合って間もない彼が初めて教えてくれたレシピ、まるで売り物みたいなゆで卵の作り方。そんな彼の口癖はいつも決まって、俺は人を信じていない。卵の殻のように硬い心のバリアと見せかけ、叩くとすぐにひび割れる繊細な彼。殻を破ると誰よりマイルド。さあここからが勝負の時、そんな彼を落とすコツは強火のビームで7分30秒、じっと見つめて抱きしめて。ただし火傷させないように火加減には注意。さあ最後におさらいしよう、ゆで卵の作り方。始めたら中火に弱めて7分30秒、水で冷やして出来上がり。ただし鍋の種類によって時間は異なります。卵も彼もあなたの真心が隠し味。あの日一つの大きな雲が突然現れた。それは見
たことのない形をしたキノコのような雲だった。そうあの日も今日みたいに綺麗な青空だったな。木漏れ日あふれる穏やかな朝、一瞬の暗闇の中、雲間から伸びる悪魔の手が私たちに忍び寄ってきた。街の人みんな食い荒らして、爪痕残して消えた。ありがとうございます。お疲れさん。ただいまです、うん、今日も頑張ってたね。はい、偉いよ。ありがとうございます。褒めるよ、うん、師匠。偉いよ、ね、エンディングですよ皆様。早いもので、うん、はい、なんか今日は、うん、今日は長かったな。まあ、今日長かったな。なんか今日だってさ、はい、全部さ、そういうああいう感じだったよね。まやちゃん教えても
マヤの生激論も。そうですよね。全部なんか対決じゃないけど対決。対決教えてねえじゃねえかって。もうちょっとさ、あれだよ。これやっていった方がいいよ。まやちゃん教えて。面白いもん。面白い。あ、今見えた、うん。私こっちの方がやりたかった。パワハラ、セクハラ、うん。なんでここ飛ばしたんですか。うん、事故前からだよ。そう、いや、これ飛ばして TPP ってこっちの方が、こっちの方がやりたかった。あ、じゃあパワハラって何ですか先生。今まさに受けてることですよね。うん、今まさに受けてますよ、うん。それ言葉にするとどんな感じですか。パワーハラスメント、うん、パワーハラスメント、それはどんな感じ の説明していただけると。谷助さんの力でマヤをやっつけるみたいな、うん、それはあのそれはそうなのかもしれないけど、その中身を教えてくださいよ。そのだからそのね、うん、谷助さんの圧力で、うんうん、圧力をかけられてるみたいな、かけること、うんうんうん、パワー圧力をかけること、うん、脅してるって感じですかね、うん、なんで別に俺大丈夫じゃない、なんで脅されてるの。え、なんで別に立場的に脅せる立場じゃないじゃない。いや、そんなことないですよ、師匠ですから。じゃあもし立場なの、そういう俺は、はい、そうそうそう。じゃあそういう立場のことをちゃんと説明してよ。ちょっとそういう立場で言葉説明しようか。例えば会社組織でね、はい、上司がいるでしょ、うん、まあ、ある意味上司だとするじゃない。俺が上司にはさ、はい、逆らえなかったりするわけじゃない。逆らえない、ね、はい、人事権を持ってたりとかなんかいろいろあればさ、だから従うしかないわけじゃない、はい、今日もなんかいいおっぱいしてるねとかって、うん、もみもみとかさ、ね、それセクハラかセクハラかそれ、それセクハラもパワハラも全部ひっくるめて、ひっくるめて、はい、パワハラはさ、それでさ、じゃあ左遷みたいな、お前もういけみたいな、うん、使えねえからみたいな、うん、そういうなんかそれでご、なんだろうな、卑屈っていうか人の尊厳を傷つけるようなことを言ったりとかさ、うん、そういう立場を利用してそういうふうなことですじゃないですか。パワーハラスメントっていうのは言葉にすると、はい、立場を利用して、うん、じゃあ私もそういう立場、そういうこと、パワハラ男ですか。立場を利用していらっしゃいませんか。してないでしょ、何も。だって俺だってフラットだよ、俺とマヤちゃんの立ち位置は一緒ですよ。しかもさ、違いよ、何言ってんの。だってこの番組マヤカフェだぜ。何言ってんの、俺はゲスト MC だぜ。あ、そうですね、そうでしたね、でしょ、うん、そう考えたら全然ね、パワハラではないと思います。いやでもこれ楽しかったな、パワハラセクハラ。じゃあセクシャルハラスメントは、まあ、けどいいか、もうそれはいいか。そうですね、また次回、うん、2回ね、次回、うん、とりあえずあれか、はい、そうだそうだ、なんか告知ありますか。告知ね、はい、ライブ告知があります。いろいろあります。テロップが出てます。あとね、はい、私フリーライブっていうか、フリーライブじゃないな、投げ銭チッピングライブっていうのをですね、今月から始めていきまして、熊谷市の方でですね、チッピング投げ銭です、簡単に言えば。けど投げ銭って言うとさ、なんかかっこ悪いじゃない。だからチッピングかっこいいでしょ、かっこいい。チッピングライブやりますので、詳しくは谷助、山あり谷ありの谷に紹介の回で Google 先生ぜひ調べてやってください。めっちゃいっぱいライブ入ってますね。はい、じゃあ私も告知させていただきます。次回マヤカフェ8月24日の金曜日19時夜の7時からとなっております。ゲストさんはですね、株式会社松尾メディカルの松尾社長さんです。はい、そしてですね、こちらの番組マヤカフェ見ていただいている方はお済みかと思うんですけどもね、 YouTube の方で渡辺エージェンシーチャンネル登録していただきまして、通知設定もしていただきますと始まった時に通知も来ますので、そして漏れなくマヤの365日ギャグも見れますので、皆さんこの夏涼しくなって私のギャグで乗り切っちゃってください。いいね、いいね、はい、うんうん、さあ、そろそろ時間ですね、はい、最後今日もじんじゃんけんで締めたいと思います。よっしゃ、じんじゃんけん、はい、いくぜ。8月の運試し、谷助さんに勝ったらラッキー、前に勝ったらラッキー、どっちか皆さん決めてください。それでは最後いきます。よっしゃ、せーの、はい、はい、せーの、はい、最初ははいで、ね、じんじゃんけん、皆さん、それでは次回8月24日金曜日夜7時からお会いしましょう。よろしくお願いします。